皆さんお待たせいたしました。というわけでね、たくさんステージ続いておりますけれども、この後のステージはですね、昨年の東京モビリティショーにアイコニック SP を展示しまして話題をさらった松田さんがですね、このノスタルジック 2days でもひときわ注目を集める車を展示してくださいましたね、RX500、今日ね午前中に実際走行デモにね参加して走りまして、皆さん驚かれたんじゃないかなと思いますけれども、このですね RX500 を所有して胴体保存にですね勤めていらっしゃる関係者の皆様を今日お招きしていろいろお話を伺っていきたいと思います。それではご紹介します。では順番に株式会社、クロマのアトリエですね、代表取締役伊藤秀彦さんです。はい、そして続きまして広島マツダの OB、 マツダオートザム津山南北村自動車株式会社、相談役の川尻隆之さんです。そして株式会社広島マツダサービス部課長、HMS の、田頭翔太さんです。そしてマツダ株式会社国内商品マーケティング部商品広報田中秀明さんです。そしてですねもう一人 RX500 のデビュー当時を知ってらっしゃる、そして2008年のレッサーが実施された当時も取材を行っていらっしゃって、それを記事でね執筆されていらっしゃいましたモータージャーナリストの片岡秀明さんにもご登場いただきます。片岡さんよろしくお願いします。いやずらりとですね、はい、皆さんお揃いになりましたけれども、片岡さんこの車のデビュー当時知ってらっしゃるんですね。そうですね、その頃モーターショーマニアで高校時代だったんですけれども、まあ、うちにもマツダの車あったんで、でまあ、モーターショー茨城からいつも行ってたんですけれども、その時に70年、17回の、東京モーターショーなんですけど、まず晴海でやってる頃に、その年はねなんか今でいうそのコンセプトカー、レーシングカーみたいなすごいやつが出た、まあ多分元年だと思うんですけれども、まあ、トヨタさんは、トヨタ EX7 というトヨタ7のエンジンを積んだエクスペリメンタルカーとかの実験車みたいなやつを出したし、日産は126X というのを出したし、日産さんは MX1600 という、ベレットの R6、 泉さんと米村さんが乗ってた車のベースにしたスポーツクーペ出したんですが、ミートシップの、で松田さんが RX500 というのが、それがひときわ輝いてたんですね。そうだったんですね。まあそんなね RX500 なんですけれども、まあ、当時はね話題をさらったんですよね。やっぱりそうですね、展示の仕方がねまたねすごかったんですね、こういうテレビが上がってきてこういうふうにひっくり返ったりして、すごいね空飛ぶような感じで、去年のモビリティショーでスバルさんがやったような、あんな感じかなという、あの頃としては画期的だったし、ね、車の、ね、デザインも、すごいなと思うぐらいの感じだったんですよ。でもねその後表舞台に出ることがなくてですね、謎の多い車と言われていたそうなんですよね。で、まあ、これがじゃあ一体どんな車なのかっていうのをいろいろ皆さんに聞いていきたいんですが、片岡さんじゃまず見た時は何色だったんですか。最初はね、黄色のやつが黄色だった。展示されたの黄色だったんです。黄色だったんですね。すごい鮮やかな黄色で。鮮やかな黄色だった。だからミニカーも、トミカも出た時も黄色だったし、マッチボックスあの辺ですも黄色のイメージだったんですね。で当然素人っていうかその頃は例えば普通のマニアなんで、マニア黄色しか知らないわけですよね。当然車ですよね。エンジンも12Aの、フェルヒャルロータリーという、ツーローターのロータリーと言われたんですけど、実際に今乗ってたのは 10A というエンジンだったんですけれども、その時も知らないから、12A の250馬力すげえやーとこういう、なるほどね、皆さんねうなずいてらっしゃいますけれども、その後ね SA22CRX7 のプロモーションの時にはシルバーだったと。そうでも最初はグリーンだったという噂もあって、そうですね、後で発表になった見をしてただと思うんですけど、とこその庭で撮ったやつがグリーンだったと思うんですよ。あの頃なんか松田さん好きで、その次の年にサバンナもグリーンのやつを出したりして、なんか
多分合わせカラーだか、うん、あの環境に優しいと思ったのか、こういう感じの色もあったんで、グリーンのイメージもあるんですけど、僕にとってはまあ黄色が一番鮮烈なイメージだったんで、まあなんかそんなようないろいろ謎が多い車なんですが、まああの2008年にね、沼津交通博物館さんの働きかけでレストアが行われるようになったということなんですよね、はい、それは片岡さんも聞いたことある。たまたま僕は取材があってですね、うん、あのそのそれができた時2009年にやった時にちょっと来いよって言われて見に行ったんですよ、ね、でその時はもう色は、はい、あのシルバーな今の色ですね、色になってたんだ、はい、なってましたね、はい、あ、じゃあちょっとねそのあたりのことをこちらにいらっしゃる皆さんにねもう少し聞いてみようかと思いますけれども、じゃあまず伊藤さん、はい、これ2008年のレストア、はいはい、これはどういう経緯で始まったとかちょっとお話しいただけますか。はい、実際僕自身が携わってたわけではないんですけど、あの今この RX500 のメンテナンスとかこの作業に携わらせてもらっているのは僕のまあ恩師が、うん、きっかけ で、はい、で僕は10年前ぐらいからそこに一緒に携わらせてもらって今もこうやってさせていただいてるんですが、はい、当時沼津交通ミュージアム、うん、広島市交通科学館がイベントを1年前にも行ったんですよ、2007年に、はい、でその時のイベントがすごく大盛況だったっていうことで、うん、で翌年も、はい、まあ車あの、まあ、交通ミュージアムっていうところなんで、あの車に関して交通に関しての、企画展を、はい、今度は、幻のスーパーカー展とそれをしたいという話になった時に、当時の担当だった方が、まあ、ご存知だったマツダ関係の方から、はい、実は RX500 がマツダの、本社にあるんだよっていう話を知られてですね、はい、なんとかこれはぜひ展示に使わせていただきたいっていうところからまず胴体にした、胴体ではないですね、レストアをしたいっていうところの始まりのきっかけはそこだったんですね、うん、なるほどね。これ見つかった時ですか、うん、その写真ですね。お、結構しまってあった感がすごいありますね、片岡さんね。すごいですね、うん、聞いた話によるとなんかゴミ業務用の掃除機5杯分ぐらいホコリとゴミが出てきたっていうのはすごいですね、うん、本当に眠ってたんですね、じゃあこれはね、うん、でもあることを知ってらっしゃった方がしっかりいらっしゃったそうですよね、そして今度いよいよ、あれなんですけれども、沼津交通ミュージアムさんはいろんなものを展示されているところなんですか。そうですね、うん、すみません、僕はミュージアムのものではないんですけど、はい、一応今日は代理ということで出てきてますので、広島市内の方で、うちの会社もすぐそばなんですけど、うん、交通にまつわるもののミュージアムっていうことで、電車であったりとかですね、うん、それこそ被爆電車とかも置いてあったりしますし、あとは大きい、まあ、展示場みたいな、ジオラマみたいなものをされてたりとか、はい、基本的には子供さんとかが、うん、たくさん来られてるようなイメージはありますよね。なるほどね、うん、じゃあ伊藤さんはなんかたくさんいろんなのレーシングカーをいっぱい持ってらっしゃるなんて噂も聞いたんですけど。はい、それもまあ沼津さんとは直接関わりがあるところではないんですけど、そのもともとの恩師ですよね、はいはい、きっかけになった話をした恩師の方がレーシングカーがまあ大好きでというか、ずっとそれをなりわいにしてたんで、はい、それをまあそこからの流れで今こういう仕事をさせてもらってますね。なんか松田関係の車ありますか。近いところで言うと 737C とか、ルマンの85年のルマンの車ですね、はい、うん、あれは去年、一昨年あたりから、協力で走れるようにして、なんかマツダファンフェスタで走ってたやつですよね。そうです、はい、すごいでしょ、そんなのを持ってらっしゃる方なんです。その時ね、運転もしてらっしゃいましたもんね。はい、はい、ね、恥ずかしいから、はい、はい、だからもう本当にね、そういうところから脈々としたね、このつながりがあるのかななんていうふうに思いますけれどもね。片岡さん、この辺の話は知ってましたか。そうですね、レストアのやつは、うん、前のやつがちょっとその取材した時に、これデザインしたのは31歳の時の福田さん、デザイン本部長マツダのだったんですけど、はい、その辺の方も来たんで、うん、ちょうど開発に携わった人たちが3人ぐらい来たんで、その時にそういういろんな話を聞いて、裏話を聞いて、うん、まあ、その時の最初はベンツがマルチロータリー作って、はい、定番11という、コンセプトが出したんで、はい、それに対抗して3ローター、4ローターもいけるよって言ったんですけど、うん、実際には何もやってなくて、うん、そういう裏話とかいろいろ聞きましたし、
乗り降りが大変な車なんだよとか。あ、まあそうでしょうね、そっかそっかそっか。まあそんな話を聞きながらずっと倉庫に眠ってこれが発見されてというつながるんですが、川尻さんは、どういう形で今回これ戦っていらっしゃるんですか。そうですね、この車が最初にレストアされたのはもう13年前、はい、その時の、まあ、エンジン、その時は私はその時には携わってないんですが、岡山の、まあ、マツダのロータリーの専門のショップ、そこで、まあ、その時にね、エンジンの中に保存状態が悪くて中水が入ってるんですね、でもかなり、使えない部品があったのを、量産の部品を取り混ぜて非常に苦労されて、走れるようにされてたんですよね、で私が関わったのは今回また走行したりするとだんだん調子が悪くなってきて、いうことで、ちょっと見てみろというふうに呼ばれていって、今回いろいろとまあチェックをしたいのがきっかけですね。カジュさんもともとは、マツダだったっけ。もともと私出身は広島マツダ、でその後マツダ株式会社にありまして、もう定年も過ぎまして、毎日が日曜日のような生活なんですが、まあ、ずっと長くロータリーエンジンには関わっておりまして、量産エンジン、あとまあレーシングエンジン、そういったのを触ってましたんで、今回もお手伝いができるんじゃないかいうんで、お手伝いすることになりました。なるほどね。エンジン、ロータリーエンジンって言ってもなんか今のと全然違うんでしょ、やっぱり。そうですね、今のに比べるとかなり、古いものなんですよね、で一つ一つの部品も、もうこのエンジンはですね、マツダのファクトリーレーシングエンジンで、量産とは全く違う、で資料も何もない、部品もない状態だったんですよね、だからいろいろと、部品も散断とかして直していきました。だってもうパーツなんか当然ないわけですもんね。ほとんどないですね、ただ一番肝心でもあるアペックスシールですかね、これはコスモスポーツとも共有なので、これだけはマツダから出てきます。あ、そうなんですね。あとパッキン、オイルシール関係も、使えるものも出てきます一部、それをいろいろと組み合わせて直せる形ですね。もうずっとロータリーやってらっしゃったからこそね、できる技がたくさんおありかなと思いますけれども、高城さんは今回はどのように関わっていらっしゃいますか。はい、まず川尻さんの方から、エンジンのオーバーホールやってみないかっていう形で、を誘っていただいて、僕が整備士を始めたきっかけっていうのがロータリーエンジンやってみたいっていうところから始まってるので、またとない機会だなと。で直接こう、OB というか先輩に教えてもらいながらできるっていうところで、じゃあ僕も一緒にやらせてくださいっていうことで、一緒に始めたっていうのがまずきっかけですね。なるほどね。ロータリーエンジンって他にはないどんな魅力があるんですか。そうですね、やっぱりレースエンジンとかもそうですけど、すごい甲高くて、気持ちいい音がするっていうのもあるし、親が RX7 FC の方ですね、を乗ってたっていうのもあって、そのつながりからも、そのつながりもあって結構そのロータリーが好きっていうのが体に染み付いてるというか、そういうのがあって、だから将来マツダに入って整備士やってロータリーいじってみたいな、エンジンオーバーホールとかできたらいいなっていうふうに思いながら仕事をしてたので、すごいいいきっかけをいただいたなっていう感じですね。なるほどね。じゃあレストを引き受けた人、実際エンジン、直しながら伝承した人、伝承された人と
ここまで来たわけですけど、そして田中さん、はい、はい、田中さんは何の人ですか？ですね、私はまずの広報で、特にヘリテージ関係の担当してまして、はい、で毎年このイベントと、去年は RX7 出させていただいたんですけども、はい、今年何を持ってくるかっていう話をですね、考えるときに、ちょうど去年この RX500 が、はい、エンジンが直って胴体になって、で広島の高田サーキットっていうところを走っている。でそれが広島の RCC というテレビ局が、まあ、番組で特集でちょっと流されたニュース で、はいはい、でそれを見てですね、あの車自体は実は広島の人間は、先ほど言ったように沼地交通ミュージアムっていうのは、子供さんがですね、まあ、学ぶというか遊びに来る場所なんですよ。自転車がいろいろあったり、工作教室があったり、だから広島の子供たちはみんなあの車よく見てるわけですよ。だけど意外と東京には来ない、関東には来ないんですね。なので走るならば、ぜひ去年 RX7 ちょっと走らせていただいたので、今年はここをRX500 で走って入場していただく、それで皆さんにそれを見ていて聞いていただくっていうことをちょっとやりたいねという話をしまして、それで、まあ、今回のあそこのブース、ちょうどまた去年 の、 モビリティショーで、うちアイコニック SP という車を出させていただいたんですけど、まあ、あれもロータリーエンジンを積んだプロトモデルなので、まあ、今回ちょっとロータリーエンジンを積んだスポーツカーのプロトモデルの1号2号として、コスモとそれからこの RX500 を、まあ、持ってくると、まあ、企画をした人間ということです。なるほどね、はい、そうでしたか、はい、でちょっとじゃあ RX500 のね、まあ、立ち位置的なものをお伺いしたいんですけど、はい、あの展示はどういう意味でこういうふうになってるのか、ちょっとお話ししていただいていいですか？そうですね、今日、まあ、ちょっと今回展示したブースの特にコスモスポーツのプロトモデルが置いてありまして、はいはい、あれ1966年に作った車で、約50台ぐらい作って、全国のですね、販社に先に1年前に、はい、発売する前に配ってですね、いろいろ実装で実験していただくというか、日常的に使っていただくことで、はい、まあ、問題がどういうところに発生するかというのを確認する、まあ、ナンバーつけてちゃんとテストしてるんですけど、それでその結果をその量産の方のコスモスポーツに生かすという形の役割の車だったんです。だからパッと見たらノーマルなんですけど、実はいろいろ細かいところが違う仕様になっています。で、その車のコスモスポーツの後継モデルとして検討されたのが今回の RX500 で、その時にやっぱり、まあ、ロータリースポーツを作る時にやっぱスポーツカーはやっぱミッドシップも考えたい、リアミッドシップも考えたいということで、まあ、さっきエクスタルメンタルカーというお話があった実験車両ですね、でそれを、まあ、本当にまだ当時31歳だった、はい、福田重則さんという、まあ、ロードスターの生みの親でもあるデザインですけども、その彼が作品が一番コンペの中でクオリティが良くて、はい、で形になったというところで、いろいろ今回一緒に仕事する中で謎が解けてきたという話で、さっきちょっと色の話があったんですけど、もともとのカラーは1970年の7月はまだグリーンだったんです、はいはい、それがその3ヶ月後の10月30日からのモーターショーに出るときに黄色に変わったんですけども、その変わった理由っていうのが、その第17回東京モーターショーのマツダブースを監修してくださったのが黒川紀章さんだったんです。すごい人出てきた、建築家の、黒川紀章さんがもうここのテーマカラー今回黄色でいくと、で全部の展示車を黄色にするっていうことで黄色に塗り替えられた。でその黄色の状態でしばらくあったんですけども、1978年に RX7 が初めて出るときに、はい、まあ、コスモスポーツと RX500 とそれからサバンナ RX7 の3台を並べた、まあ、プロモーションの写真とかを撮るときに、はい、黄色だと目立ちすぎるというので、今の色になったと。ちょっと福田さんからこの間約10日前ぐらいに会ってきたんですけど、教えてくれました。そうなんですか、はい、目立ちすぎるっていう風で、はい、って言われました。はい、主役食っちゃうからすごいですね。でも大体あの形のものを市販しようとしてたってことですよね。すごいですね、あれ市販車ってグランドツーリ、ね、グランドツーリスモ的な車でしたよね、はいはい、デザインも含めて、まあまあまあ、あれもあるし、スペアタイヤもちゃんと積んであるし、後ろに。そうですけど、あれで普通の道走ったらみんなびっくりしますよ。ね、なかなかやっぱりすごいなっていう、ね、最初に出た時のモーターショーの時は、一応リトラみたいな感じの、あれで、そうなんだ、今のはちょっとヘッドライトがついてる感じですけど、違ったんですね。だからじゃあそのあたりも細かく変わってるんですね。そうですね。へー、なんかね、あとね、実際のそのレストアの様子ですか。
まあね、こんな感じの写真があるそうなんで、この辺のちょっといろいろね、お話を伺っていきたいんですけれども、まあちょっとあの、どなたでもいいんですけど、どんなところに苦労したとか、どうだったとか、そんなことをね、聞かせていただけると嬉しいなと思うんですけど。はい。多分この中に、この作業を実際見てる人間っていないと思うんですね。っていうのが、まあ僕の恩師含め、はい、交通科学館さんの担当者も変わってたりとかですね、でいうところで見たことがないんでしょうけど、まあ聞いた話とか、はい、その時に残ってた資料とかでいうと、まずまあレストアとはいえ、まずテーマはこう予算もまあ限られている中で、その市の一つのミュージアムでの一つのイベントのためにこれを綺麗にしようっていうところなんで、その大掛かりなレストアっていう作業は全くできない、はい、かつやっぱりその当時の雰囲気を残したいと、綺麗にしてピカッとするんじゃなくて、やっぱりその歴史を感じれる車に仕上げていきたいっていうところで、できる限りあの外側に関しても、右の後ろとかにはクラッシュした痕跡とかがあったらしいんですけど、そうなんだ、とかいろんなまあファイバーの割れがあったりとか、多々ダメージがあったところもできるだけ最小限、どうしても変えないといけない部分は変えるけど、そうでないものに関してはオリジナルもしくは当時のものを使ったりとかっていう形で、当時の雰囲気を残すところを大事に作業をしたと聞いてますね。そうなんですね。で色はじゃあ最後のシルバーにしようって、そこはシルバーだったんですかね。そうですね、その、実際この同じ車が、塗り替えられてるっていうのが分かったのも、その修理の作業中、塗装を落としていったら下から、色が出てきて、緑が出てきて、先ほどの写真ですよね、実際レスター中の写真なんで、それでまあ巷では3台あるって言われたのが実は同じ車だったねっていうのも、その時点でまあ外部の人間なんですけど、知ってたみたいで、ね、やってみて分かることってあるんですね。へえ、じゃあ最初は外装のレストアだけだったんですか。もともと展示でしか許可が出てなかったみたいで、松田さんの方から、当然まあエンジンの中とかっていうのをこう外部に出すわけにもいかないっていう事情もあったんでしょうけど、あくまで止まった状態で、展示をするっていうのがそもそもの初めのきっかけ、ただミュージアムの担当者さん、まあ、交通科学館さんの意向としては、やはり最終的には胴体でっていうのはもう当時からかなり強く思われてたみたいで、ただまず第一歩としては止まった状態での展示っていうのをされたみたいですね、はい、なるほどね。じゃあそこから胴体でにこう行くまでにはこう何かいろいろあったんですか。そこら辺も資料とかは残ってないというか、細かなその資料はないんですけど、最終的にまあ先ほど言われた通り広島市に寄贈されて、交通科学館の方がまあ管理をしているっていうところに行き着く、その報告書じゃないですけどね、そういう書類を見るところ、まあそのしつこく何回も松田さんにですね、胴体にしたいと、その熱意ですね、やっぱり博物館は止まってるものを置くんだったら普通の博物館でいいんだけど、やっぱり交通科学館っていう限りは車は本来の姿、動く姿で展示をしないと、やっぱり存在意味がないと、やっぱり動く状態で展示したいという熱意をかなりやっぱり今もですけど、持っておられるんで。なるほどね。でなんとかじゃあ動くの OK だよってこうマサの方から許可が出たんですか、田中さん。ですので多分そこも先ほどの話は定かなことはなくて、ただそのタイミングで寄贈しているということは、要するに最初は貸し出しだから、展示のために貸し出しってよくやるんですね、松田でも、でその場合にやっぱり当然戻ってくることが前提なので、やっぱり本当にその時見せるだけの一時的なテンポラリーなことしかできないじゃないですか、でもエンジンまでやろうとなると、もう完全にそれはもう資産としてお渡ししないと、松田の資産に対して相当、ね、お金かけていただくのもまた変な話だと思うので、それで多分寄贈になったんだとは思うんですけども、ただここは別にエビデンスがあるわけではなくて、なるほどね、そういうふうに聞いてます私。そうか、はい、で松田の中でじゃあこう胴体動くようにするっていう感じもそこもなかったんですね。まあ、これもその内部の話で、そのちょうど2007年っていうのが、コスモスポーツが1967年の5月30日に出てるので、ちょうど40周年だったんですね、なのでこの車をその40周年の一つの動きとして、なんとか復活させたいっていう、まあ、実は思いのある人間たちも中にはいてですね、いろいろ働
働きかけたんですけど、残念ながらその時はできなかったんです、うん、でその思いがあった人間が、まあ、その沼地の懐かし の, そのスーパーカー店に行って、まあ、さっき言った学芸員の方と、はい、うちにはこういう車があるって話になってからこの話になっているので、まあ、うちでは残念ながらできなかったんですけど、うん、結果的にこうやって皆さんの前に、まあね、今回本当にオール広島でやらせていただいた感じなので、そうかそうか、市もやって立ってくださって、うん、あの松田の反社も一緒にやったので、はいはいはい、ということでちょっと、まあ、結果オーライかなと思います。そう、それはそれですごい、はい、いいことですよ ね, そうですね、みんなでね、はい、でじゃあ今度胴体保存へというわけですけど、そこで出てくるわけですね、そちらのお二人が、黒井さんの頃がはい、なんかそういう絵もなんかあるのかな。あ、これはもう走ってますね。これどれぐらいかかったんですか、直すの。この時はですね、私でなく、その前にで、エンジンを保護された、はいはい、そこの、時のエンジンなんですよね、うん、まあ、そのエンジンの時はね、いろんな制約があって、まあ、完全な状態で、走らせる状態じゃなかったんで、うん、まあ、ただ本当に苦労されて、とにかく動かせる、はい、そんな状態にして走った時がこの状態ですね。なるほどね。じゃあこの時はじゃあそんなにスピードも出なかったのかしら。あんまりそのエンジンのバランス的にも、うん、まあ、本来の性能を発揮できるわけではなかったようです。なるほどね。そっか。じゃあここからその先があるんですよね。なんか絵が出るかしら。はい、これはあれ、これがその時の同じ絵か。はいはいはい。じゃあそこから先があるんですね。それが動画になるのかな。あ、昨年のですね、2月に、まあ、じゃあ実際のエンジンをオーバーホールしよう、うん、はい、というのが、まあ、今あの松田系のデーラーでも、実際にこのエンジンのオーバーホールできるところってほとんどないんですよね。いや、そうでしょう、はい、うん、で、まあ、もともと私45年ぐらい前に、まあ、エンジンの専門の部署によって、はい、朝から晩までずっとエンジンオーバーホールしとったんですね。エンジンミッション、うん、そういったものを、で今そういった技術を、うん、でも、できるものがいない、でやはりお客さんも特にあの古いロータリーエンジン、うん、これを大切にずっと末永く乗りたいという人のお手伝い、はい、それをやりたい、うん、でまたそういったオーバーホールの、まあ、これも技術といえば技術なんですがね、それを、はい、やはり後継者に伝承して、うん、やはりあのお客さんの、そういったサポートができるような仕組み、これをまあぜひやりたいな、はい、それとやはりそのいつまでも古い車を大切に乗っておられる人に、そういった喜んでもらえるようなものをしたい、うん、で、まあ、今回広島市の車でもありますし、やっぱり地域貢献、そういったものをやっぱりやって、やっぱり少しでも世の中の役に立てるようになりたい、うん、まあ、そういう、まあ、いろんな思い込めて行いました、うん、で先ほどちょっと画像が出たんですがね、はいはい、まあ、私の尊敬するあのル・マン優勝した時の流通部長である松浦さん、はい、もうここに立ち会っていただいてですね、うん、もうロータリーエンジンの神様がですね、まあ、親しくさせてもらっているんですが、その方にも分解する時も、組み立てる時も立ち会っていただいて、はい、まあ、特に分解する時に、あ、私が組んだエンジンだよと。お、そうだったんだ、まあ、あの市販のエンジンじゃなくて、もうファミリアロータリーの、昔の、これはスパにスパフラグコルシャンですね、うん、それに出た時のほぼ同じエンジンで、量産とは、まあ、全く違う、非常に、珍しいエンジンですね、まあ、こういったエンジンを触るいうのもね、我々にとっては非常に、まあ、嬉しいと言いますかね、まあ、その分スペシャルパーツなんで、まあ、修復は非常に困難なところもありました。なるほどね。
ね、でも実際組んだ方がそばで見てくださってるとちょっと心強いですね、はい、うん、そうですね、もう覚えてらっしゃいました松田さん、いろんなこと。いや、もう全く覚えてなかった。あ、全く覚えてなかった。そっか、まあそうだよね。え、これ実際片岡さんこういうところは見てないんだよね。これは見てないですね、この車は。なるほど。あ、そろそろ車に組み込まれますね、これは。え、今のロータリーよりもやっぱり複雑なんですか。王道はロータリーそんな変わりますかもしれないけど、マウント積み込むの大変だと思います。いやいや大変そう、ギリギリですからね、うん、やっぱりかなり複雑に難しい変わったことしてありました。まあ、車自身が特別の、うん、まあ、レイアウト、うん、だから、まあ、量産のように作業性がいいわけじゃないんですよね。なるほど。え、高城さん一緒にね、こうやっていかがでした？そうですね、まあ、うん、エンジンのオーバーホールの時からもそうなんですけど、本当一つ一つの部品が、うん、まあ、価値のあるというか、はいはい、もう他にない部品なので、うん、すごい気を使ったというか。そうですよね。そうですね。で、これフロントエンジンだったやつを、うんうん、あのミッドシップにして後ろに持ってくるから、ミッションケースがみんな変わっちゃうわけですよ。そうですね。まあそういったところもあって本当にワンオフというか、すごい技術が凝縮したようなところだったので、まあ気を使って、でもまあ先輩の川尻さんが、まあどうにかなりてやってみろっていうふうに、まあ背中を押してくれて。素晴らしい、うん、じゃあもう自分で頑張ってやってみようっていう形で、うん、なんですごい頼りがいのあるやっぱいい先輩だなっていうふうに思いました。で、なんかさっきから見てるとお二人とも楽しそうな顔がねちょこちょこ見受けられましたけど、なんかクラッチがこれダメだったんですか。このクラッチのねマスターシリンダー、あの経年劣化といいますかね、はいはい、中が水、水分なんかで腐食しまして、うん、さっきのエンジンがかかって、サーボを動かそういう時に、うん、クラッチが切れなかったんですよね。あららら。で、まあ、事前にチェックした時は別にいいんですがね、実際に車に乗せてみると初めてダメだというのが分かって、うん、で、ここで、まあ、本当は大変なストップするんですが、実はあの一昨年もここに展示した、まあ、広島に、はい、日進防制機と言われて、うん、まあ、今はそうなんですが、以前からそのマツダの、ブレーキ関係とかクラッチ、はい、そこを、製作していた会社があるんですよね、うん、そこの、まあ、社長に、うん、この時直してやると言うと、まあ、ものの2週間ぐらいで、うん、ワンオフモンデで、もう全部同じようなものを作ってもらいまして、すごい、うん、まあ、非常にそういった面ではね、心強い味方があって、うん、まあ、そういったいろんな人のおかげでやはり今力走れるようになりました。なるほどね。で、じゃあ実際その後クラッチも直って走る映像があるのかな。沼地交通ミュージアムさんなんですね。ここ走る場所があるんですね。駐車場の周りのスペースですね。あ、駐車場の周りのスペース、はい、うん、パワードバイロータリーって書いてありますけどね。いや、なんかすごい皆さんがね、皆さんの手が加わったねものだから、片岡さんこれドキドキですよね、これね、走る時ね。そうですね、まあ、シェイクダウンは大変だと思いますよ。ロータリーの音ですよね、うん、ですね、ですね、ついつい音聞いちゃいましたけど、これなんかもうちょっと広いところで走らせたくなりますね、これ見てるとね、ちょっとね、もうちょっと、うん、ストレート長い方がいいですね。いや、ちょっとね、ストレート長いところで回るところの音が聞いてみたいなっていう感じでしたけど、まずシェイクダウンですからね。でもちゃんと順調順調、うん、そうですね。このエンジンはあの、ペリフェルポートといいまして、はい、まあ、レーシングエンジン用の
まあ、レーシングエンジンなんで、うん、中低速って非常に弱いんですよね。高回転で性能発揮できるので、そうですね、多分乗りにくいんですよ。ああでしょうね。え、この時は誰が乗られたんですか、最初のシェイクダウン。あ、お父さん乗られたんだ。乗りやすい、乗りにくい、まあどう言えばいいんでしょう、あの動くのはしっかり動いてる、うん、ただの乗りやすいかって言われると乗りやすくはないです。あ、はい、そうかそうか、うん、で今度はもうちょっと大きい高田サーキットで走らせようってことです。そうですね。この時も伊藤さん乗られてるんですか。はい。乗った感覚って何と近いとかってありますか。いろいろやっぱり皆さんに聞かれて、うん、なかなか答えづらい部分もあるんですけど、うん、なんかバスに乗ってるような感じですね。バス？っていうと。バス？あ、はい。いろいろ聞かれてですね。ええ、いやいや、もうそのいい悪いとかそういう、うん、ことではなくて、はい、やっぱり動くことが素晴らしいことなんで、いや、もちろん、まあ、手応えで残っていくことが素晴らしいんで、その、うん、車の性能うんぬんとか、はいはい、そう野暮なことは聞いちゃダメですよ、うん、というふうにお答えをさせてもらってるんですけど、うんうん、バスを運転してる感覚。動きがバスというか、こうなんかゆらゆらと。あ、そうだ、結構ロールするんですね。そうなんですね、うん、でタイヤも本当に転がす用のタイヤなんで、うん、幅も狭いし、はいはい、あ、そっかそっかそっか、そういうタイヤじゃないんですけど、実際のところっていうのは、なかなかそこで大きく変わってくるとは思うんですけど、これタイヤは新しいやつを入れたんですか。いやいや、全然全然前のやつ。そんなことないです。え、そうなんだ。僕の、まあ、恩師とか、まあ、ずっと言ってたのが、はい、やっぱタイヤってすごく性能が良くなってるんで、うん、古い車に新しいタイヤを履かせてしまうと、車へのダメージが大きすぎると。あ、いろんな意味で、ね、うん、グリップが高すぎるってことか。特にエンジンも鳴らし、まだ鳴らしの状態なんで、うん、全くそのスピードを出してどうってかっていうよりかは、うん、まあ、問題なくちゃんと走れて、はい、それこそやっぱり目的は動くことで、動態として、うん、皆さんに見ていただける状態を保っていくことっていうのが、そもそもの目的なんで、うんうんうん、いやでもこうやって動いてるの見るとなんか考えもひとしおって感じですよね、本当にね。長年ね眠っていた車でもちゃんと手を入れればこれだけねスムーズに走るんだなって感じですけど、なんかね、うん、エンジンもすぐ変わってましたよね、はい、うん、さすが、さすが。結構そういったこう、まあ、レストアっていうかね、そういう中では難しかったんですか、今回は。確かに難しいですね、うん、まあ、これ以上に量産のコスモスポーツのエンジンのオーバーホールのがもっと難しいところもあるんですが。そうなんだ、まあ、これも非常に難しいし、うん、この以前に737C の13B のスポーツレーシングエンジンを、それをきっかけに彼らに、うん、まあ、ずっとその技術を教えて、はい、伝承をしてた。まあ 737C のレーシングエンジンの方がまだ見やすいですね。あ、そうですか、はい、やっぱりこうね、レーシングエンジンすごい特殊なのかななんてイメージがありますけど、逆に量産の方が難しかったりとか、いろんなあれなんですね。それはやはりそのパーツの劣化具合、うんうん、それを直したりするのがもう50年近く前の車やから、うん、そこが一番苦労します。へー、高橋さん、伝承されてどうですか。そうですね、うん、今伝承されてるところなんですけど、うん、これが今後、はい、伝承していかなきゃいけない立場になる、うん、あ、そうですって考えた時に、うん、ここまでの方のことを伝えられるかっていうのもすごく心配ではあるんですけど、うん、まあ本当これからもどんどんエンジンのオーバーホールとかもチャレンジしてどんどんやっていきたいなと思ってますし、うん、だからそういったところで、まあ、聞きながら、はい、で助けてくれるところと、うん、まあ、広く手を取り合いながら、うん、まあ、そういうふうな残していくっていう活動が続けていけたらなっていうふうには思ってますね。そうですね。まあね、ロータリーエンジン、今はね、発電機っていう形でしたけれども、また新しく登場しましたからね。そうです、うん、これから先もきっとなくならないで、いろいろ伝承していく技術が生きてくるんじゃないかななんて勝手に思うんですけど、ね、ガドガさん、どうですか。そうですね、
これがね、ちょうど RX550 周年、はい、マツダが1920年にできて、うん、1970年の50周年の記念で、はい、RX500 ということじゃないですか、うん、で去年あのモーター、あのモビリティショーに出た、うん、アイコニック SP が、はい、まあ、あれはあの実際にはね、あのこれの後継みたいな感じじゃないですか、うんうん、100周年、ね、というような感じの実現みたいな感じで、はい、我々こうロータリー好きな人にとっては、いやまだこの先ロータリー新しいの発電以外でもいけるんじゃないのとか思わせちゃうし、確かに、ね、あの新しいカーボンニュートラル燃料を使って、まだ生き返らせることができるし、まだまだ先があるんじゃないかなとかね、水素ロータリーとかいうのをまたもう一回考えてもいいかなとかね、思っちゃったりするんですよね。確かにそうですよね。田中さんどうですか、こんなような皆さんの要望をありがとうございます耳にして。いやもうあの本当にあの今おっしゃっていただいた通りで、あのまあ、今までやっぱりロータリーのエンジンがもうどんどん世の中エンジン自体がなくなっていくような方向の中で、あのこの間 そのアイコニック SP に関してはその発電機、まあ、今回 MX30 の REV という車でシングルローターであの発電機にしましたけど、はい、あの実はロータリーってすごく発電力が強いんですね。あの高トルクで回すと燃費がいいっていう形になってまして、小さい形大きさで大きなジェネレーターを回せるので、実は高電流を瞬発的に流すことができるわけです。なのでそれを2ローターにすれば、はい、あの本当に結構ハイパワーのスポーツ EV が作れる、はい、でそういう意味で言うとあの、まあ、ちょっと新しいあの可能性が見えたのかなと思っていた。ただしそれだけでやっぱり会社はなかなか動かないので、あの車で皆さんのおかげですごくこれぜひ出すべきだっていう声がバーッと聞きまして、はい、でまあ、社長もそれで動かされまして、でこの2月1日に、実は2018年に1回解散していたロータリー開発の関係のグループが、あのもう1回あの再結集いたしまして、あのまた今36名ですけども、その人間たちが、まあ、ロータリーエンジンの新しい可能性を今、まさにスタディしております。ですのでまだ我々も今回、まあ、あの車を置いたのも、まあ、そういう皆さんのあの声をですね、できるだけ高めていただけるようにですね、あのちょっとこうボディーブローのように、外からうちの車内に向けてなんか打ってるつもりでやってます。はい、いやいや本当楽しみですけれどもね、これからどうなのかワクワクしますが、そろそろお時間がだんだん迫ってきておりますので、最後に皆さんからちょっと一言ずつですね、あのせっかく皆さんいらっしゃるので、なんかメッセージというかお言葉というか何か言っていただければと思いますけれども、まあ今回の RX500 胴体で皆さんの前で見てもらうっていうのも、あの広島市の交通科学館沼地交通ミュージアムさんと、まあ、松田さんのきっかけから広島松田さんのお力も借りて、あの無事あのできました。これからも、まあ、あのどんどんこういう機会を作っていきたいっていうのがあの交通ミュージアムさんの思いなんですが、あの逆にですね、出て行ってばっかりだと、沼地交通ミュージアムさんへのメリットがないんでですね、ぜひ皆さん広島にお立ち寄りの際はですね、あの広島市交通科学館沼地交通ミュージアムさんの方に足を運んでいただければ、基本的にはあの常時あの展示してありますんで、あのぜひとも広島にお越しください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、まあ、今の時代ですね、あの交通科学の沼地ミュージアムはいろんな企画、非常にあの魅力的な企画を時々やりますのでね、皆さんまずあの沼地、のホームページにちょっと目を通してくださいね、それと、まあ、今回ロータリーに乗っておられる方もそれ以外の方もちょっとロータリーに興味を持っていただいたんじゃないかと思います。で、まあ、今あの動力としてのロータリーではないんですが、MX30 これロータリーエンジンで発電して、で、まあ、モーターで走るんですが、非常にフィーリングがいいんですよね。もうレシプロの 2000cc のような感じです。まあ、そういう形で皆さん少しでも、まあ、ロータリーにちょっと興味を持っていただいてですね、ぜひ応援していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、朝ですね、ここの中を走ってきた時に本当取り囲むように皆さんが見てくれて、まあ、そういったなんだろう、そういった
ところでですね、まあ、関わらせていただいたっていうのは本当沼津交通科学館にも本当感謝ですし、まあ、松田さんにも川地さん、伊藤さんにも本当感謝したいと思います。で本当そういう過去のロータリーから、まあ、これから出てくる未来のロータリーで、まあ、橋渡しじゃないですけど、そういう語り継がれる伝承っていうか技術っていうのを僕たちの代で終わらせるわけにはやっぱりいかないので、そこをしっかり伝えられるように未来へつないでいけるようにこれからもちょっと精進していけたらなと思ってます。なので皆さん 沼田へ来てください。お願いします。広島へどうも。ありがとうございます。はい、本当に今日は皆さん来ていただいてありがとうございます。私たちもですね、松田には実はまだ他にもですね、保存はしているけれども、このアレックス500の2007年以前のような状態でまだ車内にですね、眠っている車もあります。綺麗にしている車もあるけれども胴体ではなかったりとかしている部分もありまして、今回 の本当にやっぱり車っていうのはエンジンがかかって走ることで本当に生き生きとするんだなともう痛感しておりますので、どんどん車内の車たちもですねそういう方向に持っていけるように働きかけたいと思うんですけども、一広報マンが言ってもですねなかなか実現しないので、ぜひまあ、皆さんもですね松田に対してですねもっともっとその出そうよとかですね、もしか出してくる見た車が良かったとか、まあ、そういうことを言っていただければ、まあ、うちの社長も結構ノリのいいタイプなんで持ってきやすいと思いますので、まあ、引き続き応援いただけたらと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、楽しいお時間でした。伊藤秀子さん、川尻隆之さん、田頭翔太さん、そして田中秀明さん、ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。